はい。なんか会ったことある気がするけど。会ったことあるけど。初めてですね。あ、本当？どちらですか？お散歩とかですか？あ、散歩。今公共まで行きます。あ、そうなんですね。公共、公共。近くに住んでますよ。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ今日はお散歩で来てるんです。散歩、散歩。たまにこの辺来りますよ。なんですか？皆さん、iPad とか持ってます？待って待って待って。なんか、旭日旗っていう日の丸みたいな。日の丸、はい、あります。旭日旗の由来はご存知ですか？あ、ちょっとわかんないです。それは晴れを意味するんですよ。晴れ、神様。あ、はい、それは400、500年前からあるもんですけれども、もちろん時代の流れで今いろいろなったんだけれども、はい、まあ明治維新かな、明治維新以降、軍旗として用いられるようになったんだけども、あとまあ明治大正昭和いろいろあったかもしれないけども、はい、その前侍とか壇妙とか、はい、いろいろ姿歴史あるでしょ、浮世絵のルート。晴れといえばアマテラスのお女神、はい、イサナギの御事の左目から産んだ神様でございます、うん、ご存知ですか？知らないでしょ。言われてなんか、ああなるほどっていうのは、はい、これ古事記と日本書紀に記事されてます。だからもう少し日本の文化勉強しましょうか。ありがとうございます。よろしいでしょうか？ありがとうございます。すいません、お気をつけてください。いや、とんでもないですよ。だから、止めて質問して先生問題ないです、うん、僕をトラブル起こす人じゃないから。ありがとうございます。